新かまいたちの夜、続きをやっていきます。カイト君が何やらすごくみんなに説明をまあしてるんですけどね。全然なんかね、人格が変わっちゃったみたいな、すごいしっかりしてるんです、彼、今。自分に置き換えて考えてみてください。お風呂に入ろうと扉を開けたらそこに遺体が横たわっていた。神林さん、あなたならその時どうします？どうするって、実際に私たちも体験しただろう。慌てて風呂を飛び出し、タオル一枚でみんなの元へ駆けつけたではないか。そう、僕たちは腰にタオルを巻いただけの状態で食堂へ駆け込みました。普通の人ならそうするでしょう。女性の場合、さすがに裸で飛び出すわけにはいきませんから、上着ぐらい、羽織るでしょうが。しかし、丁寧に服を着込んだり、ましてや上着のボタンを全部閉じたりはしないはずです。そうか、それなのに雪乃ちゃんは。京花ちゃんがソファーに目をやる。ようやく気づいてくれたようだ。慌てた様子で食堂へ駆け込んできた雪乃ちゃんのカーディガンはボタンがすべて止まっていました。確認したわけではありませんが、下着も全部つけていて、たんじゃありませんか。僕の質問にみゆきちゃんは相槌を打った。タオルも着替えも持っていなかった上に、服装も全く乱れていなかった。ああ、もうそりゃ風呂入ってないわな。それってつまり、雪乃さんはお風呂に入ろうとしたわけではないってことですか。そう捉えるのが自然でしょうね。風呂場にいたのは風呂に入るためだからだというのは僕たちの思い込みに過ぎません。つまり君はこう言いたいのだな。おかっぱ頭のあの女の子は殺人を実行するため服を着たまま女湯へと忍び込んだのだと。神林さんが声を荒げる。だったらどうしてその後遺体は男湯へと移動していたのだ。女の子一人で遺体を運ぶなんて無理に決まっている。ましてや露天風呂には犯人の足跡など一つもなかったのだから。思い込みがもう一つあったんです。何？僕の方を鋭く見つめたまま神林さんは唇を突き出した。僕は言った。何？男湯は本当に男湯だったのでしょうか。女湯に遺体はなかったんですよ。そうそう、花から女湯に遺体はなくて、でも人が倒れているって来たけど、いや、この掛け替えはね、ないんだよな、のれんの掛け替えは。いや、女湯に遺体は、もともとなかったんだよな。と思うんだよな、多分。女湯に遺体はなかったんですよ。僕がそう言うと、神林さんはさらに唇を尖らせた。そんなことは分かってる。なんで怒ったんだよ。なんで急に怒るんだよ。神林さんちょっとやっぱあれだね、情緒不安定おじさんだね。眠れないから、マンドレイン打ってるしね。遺体は男湯にあったのだからな。問題は女湯から男湯にどうやって遺体を移動したのかだ。いえ、僕が言いたいのは、初めから女湯に遺体はなかったということですよ。どういうことだ？早く言え、どういうことなんだ？殺人犯が隠れていないかと、ペンション中を調べたとき、僕は男湯の露天風呂をもう一度確認しました。どう考えても遺体を移動した痕跡は全く見当たらなかった。そうすると最初から遺体は男湯にあったと考えるしかないんです。雪乃ちゃんは女性だから女湯にいた？これも僕たちの勝手な思い込みです。遺体が最初から男湯にあり、雪乃ちゃんも男湯にいたのであれば、謎は全て解決するじゃありませんか。なったら、風呂入ろうとしないで風呂場に行く。で、男湯に行くってもう、何？逆に男の体に興味があるからみたいなこと？
なんで男湯行ったんだろうって話になるよね。わずか数分の間に女湯から男湯へと移動した遺体。湯船の周りに何の痕跡も残っていなかったことから不可能犯罪ではないかと思われた事件だが、分かってみればなんてことはない。全ては僕たちの思い込みによる錯覚だったわけだ。だがそれで全ての疑問が解き明かされたわけではなかった。どうして雪乃ちゃん男湯なんかにいたの？京香ちゃんが当然の疑問を投げかけてくる。赤木さんって人を殺すためだったんじゃない？赤木さんって人を殺すためだったんじゃない？さとみちゃんがのんびりと答えた。のんびりとか、こんな時にさとみは。おギャルの。待ってくれ。赤木さんだって女性だぞ。女二人が男湯にいたなんてあまりにも不自然ではないか。だったらどうして女湯で殺さなかったのだ？根本的なところが間違っていますよ。販売さんの発言を僕は即座に否定する。なんかもうちょっとカイト君ちょっと嫌なやつみたいだから、そんな上から目線で否定しちゃダメ。もうちょっとすいません、そういう言いたいのもわかるんですけど、販売さん、そうわかりますけど、僕が思うにとかつけた方がいい、絶対。食堂へ来る直前に殺害したなら、雪に何らかの跡が残っていなければおかしいでしょう。ああ、まあそうだよね。確かに。もっと前に殺害したのではないか？いいえ、5時にあなたが男湯へ入ろうとしたとき、入り口は施錠されてたじゃありませんか。だけどあの子はマスターキーを持ってたじゃん。さとみちゃんはうんうんと一人で、うなずき、早口で先を続けた。なるほど、そういうことか。事務室からマスターキーを盗んだのは男湯へ忍び込むためだったんだね。マスターキーで男湯の引き戸を開け、赤木さんを露天風呂へ連れ込んで殺したっていうのか。なぜ男風呂に意味がわからない。神林さんが、雪乃ちゃんは人殺しなんて恐ろしいことしていませんよ。殺してない？どういうことだ。眉根を寄せる神林さんを助けるべく、僕は説明を再開した。もし雪乃ちゃんが犯人なら、わざわざ第一発見者を装ったりするでしょうか。しかもマスターキーを持ったまま気絶するなんてあまりにも不自然ですよ。そう、確かにね、マスターキーがポッケに入ってるっていうのはね、なんかね、ちょっとなんでだろうなと思うんだよな。あくまでも彼女は遺体の第一発見者、犯人ではありません。ああ、雪乃ちゃん犯人じゃないんだ、カイトの推測だったら。どうして男湯に？京香ちゃんが問いかけてくる。ああ、何ですか。雪乃ちゃんは女湯には入れなかったんだ。え、男だったってこと？雪乃ちゃんは男湯に用事があったんだ。いや、こっちじゃないでしょ。絶対 A じゃないでしょ。女湯アレルギーだ。女湯アレルギー以外にこれはないよね。それか雪乃ちゃんは雪乃くんだった以外にはないけど、いや、それはちょっとないと思うんだよな。こっちでしょ。だから男湯に用事があったんだよね。でも、雪乃ちゃんが犯人じゃなかったらどうしてって思っちゃうけど、ちょっと疑っていこう。こっちで。雪乃ちゃんは男湯に用事があったんだ。風呂に入ることや、まして赤木さんを殺害する以外の目的か。うん、どんな用事？さとみちゃんがくるくる巻いた髪をいじりながら訪ねてくる。あ、早く帰りたいなみたいな感じなのかな。雪乃ちゃんは何をしに男湯へ行ったのか。その説明をする前に確かめておきたいことがあります。え、何をしに男湯に行ったのかも、カイトは分かってんの？本当？一度を見回し問いかける。何を確かめるの？自分の気持ち？何？男湯に倒れている赤木さんを見て、ただごとではないと感じた雪乃ちゃんは、助けを求めに食堂へやってきた。その時の彼女の言葉を覚えていますか？お風呂に人が倒れている。早く救急車を。うん、言った。
確かそんな風に言ってたな。顎を撫でながら池谷さんが答えた。その後窓の方を見て何か叫びましたよね。そうそうそう、叫んでその後なんか人がなんか言って気絶したんだよね。あなた誰と。え、つまり窓の外に犯人がいたってこと。怯えた表情で窓を見やる大森くん。彼女は何を目撃したのか。食堂へ移動して確かめてみませんか。それが分かれば彼女が何のためにお得意に行ったのかも分かると思います。なんで食堂行ったら分かるん。いや、雪乃ちゃん、あ、そうだね、放っておくわけにいかないよね。ちょっと先走りました。うん、一緒におおんぶしてあげれば。おんぶみゆきちゃんをラウンジだからダメだって。二人きりにしたらダメじゃない。これダメじゃない。これ僕たちは食堂へと向かった。食堂の大きな窓からは一面真っ白に染まったテラスが見えている。窓の方を見つめながら僕は言った。こっからなんか飛び込んできてこの窓の外であなた誰って言ったんだよね。彼女が見たもの、それは食堂の中のどこかです。テラスのある一角です。おー、でもさ、これ外の電気ついてなかったんだよね。っていうことは、窓を見たところで多分外の景色は絶対見えないはずだよね。よく考えたら。ということは、その窓に映った人を見たってことでしょ？じゃない？だからテラスのある一角じゃないよ。だって電気消えてたんだから、外は見えてないから、これじゃない？ってことだよね。どうですか？どうですか？みんな。どうですか？彼女が見たもの、それは食堂の中のどこかです。僕の発言に全員が一様に疑問の層を表した。食堂の中？彼女は窓の外を見ていたのに？ローズさんが聞いてくる。いや、彼女は確かに窓の外の方を向いていたよ。やはり庭に隠れていた犯人を見つけたんじゃないのか？と神林さん。よく思い出してください。あの時テラスの街灯は消えていたんですよ。そうそうそうよね。外は真っ暗で私たちには何にも見えなかった。京香ちゃんは腑に落ちぬ顔で小首をかしげた。テラスを調査した時も犯人の痕跡などは何も見当たらなかった。窓の外に犯人がいたとは、どうしても思えないんだ。じゃあ、雪乃ちゃんは何を見たの？実際に街灯を消してみたらわかるんじゃないかな。どういうこと？あの時と同じ条件で窓の外を見れば僕が何を言おうとしているのかみんなにもわかるはずだ。ならば私がスイッチを切ってこよう。言うなり、神林さんは脱ぎ捨ててあったサンダルを履いて表へ出て行った。この中では最年長だが、フットワークは誰よりも軽い。なんでこの推理してる途中、ちょいちょいこのあれなの？神林さん情報を入れてきたね。こちらに向かって手を振り、街灯のスイッチへと近づく。次の瞬間、窓の外の景色が消え失せた。代わりに食堂内の景色がガラスに映り込む。あ、そうか。京香ちゃんが手を叩いた。そう、あの時の雪乃ちゃんは窓ガラスに映った食堂内の様子を見て悲鳴を上げたんだ。じゃあ僕は関係ないってことだね。あの女の子が気絶した時僕は食堂にいなかったんだから。容疑を逃れて安心したのか、大森くんは細い目をさらに細くし、猫のような表情を見せた。細い目ってもっと細くできるの？ここいそうだ。どうだ？何かわかったかい？震えながら食堂へと戻ってきた神林さんに、ローズさんが、簡潔に説明をする。なるほど。私たちの誰かを見て悲鳴を上げたことは、理解した。でもそれが誰であるかまではわからないのだろう。
いいえ、わかっています。え、そうなの？そう断言して僕は息を吸い込んだ。ああ、でも、あそこに映るのって、食堂の塔で調理してた向井さんってことかな？雪乃ちゃんが見た人、その人は、ええー、ちょっと待って、今、向井さんって言っちゃったけど、ほんとそれでいいのかな？だって、立ってて、あそこで、調理場で立って、やってた人が一番見えそうじゃない？他わかんないもんだ。だって他の人ってありえないもんね。ありえないというか、座ってるし、ちょっと。でもこれ、前回、鵜飼さん2回攻めで死んでんだよな。でもさ、この中には犯人いるんだよね。ちょっと、ちょっと、いきまーす。せーの、えい！そう、この人、でも、これさ、犯人、っていうか、犯人の名前って今入力出たけど、別に映ってた人であって、犯人じゃなくない？これ。雪乃ちゃんにとって顔なじみの人物がいるはずの場所に、どういうわけかこの人がいた。だから彼女は誰？と問いかけたのだ。頭の中で考えをまとめ直し、やはりこの答えに間違いないと僕は確信した。ところで、さっき僕は雪乃ちゃんは何らかの用事があって男湯に行ったんだと言いました。その用事とは一体何なのでしょう？ひゃーん、じらされるー。大森さん、ちょっと空気読んでください。空気読んでください。大森くんが茶化した声を上げる。もったいぶらずに早く犯人の名前言ってよ。別にもったいぶるつもりはない。大事なことなんだ。彼女が男湯に行った理由。言い換えれば、雪乃ちゃんのような女性が男湯に行っても不自然ではない理由を考えることで、彼女が食堂で見た人物もはっきりするわけだから。雪乃ちゃんってここさ、このペンションに何度も来てる常連さんっぽかったよね。なんか掃除してあげるとかそういうこと？男湯に。雪乃ちゃんが男湯に行っても不自然ではない理由とは？これだからその掃除じゃないの？あー、出た、推理、雪乃の正体。宿泊室に入って、た後に姿を消した。宿泊室に雪乃の荷物は見当たらなかった。来た時はいつも208号室に。鵜飼オーナーとは顔なじみ。そうだよね。そうか、だから誰って言ったのか。鵜飼オーナーと顔な、ん？鵜飼オーナーって鵜飼オーナーじゃない？そうだよね。顔なじみのはずだよね。こっちは？座敷わらしの人形にそっくり。これ絶対関係ないと思います。一人でタクシーに乗ってやってきた。もうこれもまあ、接客する教科を手伝いたがっていた。もうこれじゃない？だから風呂掃除をしようと思ったんじゃない？これ到着以来ずっと具合が悪そうだった。具合が悪いのは関係ないな。いや、これだ。絶対これだよ。これは自信がある。これは自信、おーし、すごい。やばい、今日ちょっと冴えてるかも。雪乃ちゃんはペンションに到着してすぐ、鵜飼さんはどこに？とオーナーの所在を聞いてきた。それで、鵜飼さんとは知り合いであることが分かった。でもよく考えてみれば、宿泊客にしてはおかしな態度ではないだろうか。宿泊客ならオーナーのことを聞くより先に自分の名前を名乗ったり予約したことを告げたりするものだろう。だからもう顔なじみってか、やっぱさ、あれじゃない、すごい最初の方に言ってたけど、鵜飼オーナーと雪乃ちゃんはその生き別れの親子なんじゃないの？なんかこう前の奥さんの子でっていう説は、そっちは合ってたんじゃない？風
ロントでオーナー代理を務める京香ちゃんに、私も何かお手伝いしようと思ったと言ったことも合わせて考えると、彼女は宿泊客ではなくこのペンションの関係者に違いない。うん、そうだ、おそらく。あ、一個しかない。でもそうだよね、雪乃ちゃんは宿泊客ではなかった。だから予約は10人だったけど、11人に1人増えるのは別に、それはおかしなことじゃなくて、だったんだよ。はい。おそらく雪乃ちゃんは宿泊客ではなかったのだ。もし彼女がもてなされる側の人間ではなく、もてなす側の人間だったら、男湯に行っても不自然ではない女性。それで、わからないならマスターキーを持ち歩いても不自然じゃない。それはどんな人物か考えてみればいいんだ。マスターキーを持ち歩いても不自然じゃない人物。このペンションで働いている人なら持ち歩くんじゃない？京香ちゃんが答えだ。正解。正解です。雪乃ちゃんはこのペンションの客じゃない。従業員だったんだ。大森くんは、どんきょうな声を上げた。彼女が従業員だって？でも子供じゃん。さすが、すかさず突っ込んだのはさとみちゃんだ。確かに見た目は幼いけど、そう、彼女は16歳なんだよね。そうそう。働ける年齢だよ。正規の従業員か、臨時のバイトか、そこまではわからないけど、少なくとも僕たちのような客ではないことは間違いないと思う。でも雪乃ちゃん、一言もそんなこと言ってなかったじゃない。なぜ隠す必要があったの？京香ちゃんが問いかける。別に隠していたわけじゃないと思うよ。彼女、いつもおどおどした様子で、ほとんど会話を交わさず人の目を避けるように行動していただろう。きっと極度に人見知りする性格だったんじゃないのかな。たとえそうだとしても、自分が従業員であることくらい普通は説明するものでしょ？説明するつもりだったんだと思うよ。鵜飼さんはどこに？このペンションへやってきて、真っ先にオーナーのことを聞いたのは、自分のことを説明してもらおうと思ったんじゃないかな。だけど、僕らはゆっくり彼女の話を聞こうとしなかった。どうして？大森くんが顔を寄せてきた。寄せてくんなよ。しかし、まさか君に襲われることを、恐れていたせいだ、とは、答えられない。僕は聞こえなかったふりをして先を続けた。あ、そうだ。そうだ、この時も、廊下の向こうから大森くんがちょっと来てたから、やばいやばい、早く早くみたいな感じだったんだよね。雪乃ちゃんはその後もフロントへやってきました。一刻も早く本当のことを言わなければと思ったんでしょうね。すみません。私も何かお手伝いしようと思ったんですけど、ちょっと具合が悪くって。だけど、その時も僕は彼女の話をろくに聞こうともせず、彼女を追い返してしまったんです。なぜだ？それまで黙っていた池谷さんが質問をよこした。あなたと京香ちゃんを同室にさせたくなかったからです。正直に言った。ちょっと、そう、正直に言ったね。と、これまた真実を伝えるわけにはいかない。ああ、伝えてないんかい、これ。ああ、ちょっと、カッコが違うカッコだったね。そうか。僕は咳払いでごまかした。雪乃ちゃん自身もゆっくり説明している暇がなかったんだと思います。彼女、随分と時間を気にしていましたから。僕の勝手な推測ですが、多分7時までに風呂の掃除を済ませておく必要があったんでしょうね。風呂の掃除。神林さんがつぶやく。それなら女性が服を着たまま男湯に入ったのも、行ったのも説明がつくか。雪乃ちゃんは風呂の掃除に向かいました。しかし、引き戸には鍵がかかっていた。そこで事務室からマスターキーを拝借したんでしょうね。時刻は午後6時半。その時、大森くんに目撃されたんだと思います。ああ、そうか、そうか、そうか。
ほうほうほう。午後7時前、マスターキーで引き戸を開け、男湯に入った雪乃ちゃんは露天風呂で赤毛蝦の遺体を発見した。そしてすぐに食堂に飛び込んできて、その人物の姿を見つけた。初めて顔を合わせる僕たち客人に向かって、誰？と問いかけるとは思えません。そうだよね、そうだよね。従業員である雪乃ちゃんにとって、顔なじみの人がいなければならない場所に全く別の人物が立っていた。だから彼女は誰？と叫んだんです。ということは、ウカヨーナはウカヨーナじゃないってことになるよね。やっぱりウカイでよかったのか。従業員にとって顔なじみの人物、それってつまり、その場にいた全員の視線が先ほどからずっとだばり込んだままの一名に集中した。雪乃ちゃんは宿泊客ではなかった。本当の招かれざる11人目の客、それは鵜飼さん、あなたですね。僕がそう言っても鵜飼さんは眉一つ動かさない。いや、動かさないと逆にもう正解じゃない？あ、違う違う、何言ってんすか、違う、もうって。でもどっちもか。そう、違うって言っても怪しいか。このペンションの従業員なら、当然オーナーの顔を知っていたはずです。しかし、厨房では見知らぬ人物が鍋を振っていた。だから雪乃ちゃんは驚いてしまったんでしょう。でも、っていうことは、あの、エビチリの話とか、実はさ、本物の、この人、だから偽物ってことだよね。本物の鵜飼さんは、もしかしたら、エビチリとか全然作れない人かもし、の可能性あるよね。そんなことない？鵜飼さんに顔向け、メガネの奥の瞳を睨みつける。感情の読み取りにくい眼差しで相手もこちらを見つめ返してくる。やがて落ち着いた口調で言った。何？でもそれはあなたの推理でしょ？彼女が何を見たのかなんて彼女でなければわからないのでは？その通りです。今までの話は全部僕の推測でしかない。あなたが犯人であるという決定的な証拠はありません。やべえ、音楽変わった。これはあれじゃないでしょうか。だけど少なくともあなたが本当のオーナーではない証拠は示すことができると思います。鵜飼さんが本当のオーナーではない証拠とは。あー、出ましたね、出ましたね。どんな選択肢ですか。推理、鵜飼のミス。え、鵜飼のミス、宿泊者リストをなくしていた。美少女戦隊プリティーンに詳しかった。ベルマカムカードの実績。これはずっと思ってたんだけど、この筆跡ってでもなんかもう一個出てきたっけ、なんかあったっけ。ちょっと待って、他はキーホルダーの人形をこけしといった。まあプリティーンに詳しかったのは気にはなるんだけど、あ、確かに、統一感なかったね、料理に。宿泊者ノートの筆跡。カウンターに飾ってあった女の子の人形。入浴時間を書いた貼り紙の筆跡。筆跡ってあるよ。料理に統一感は確かになかった。宿泊者ノートの筆跡。宿泊者ノートの筆跡は、偽鵜飼ってことだよね。で、だから、わかったわかった。これと、これが、ウェルカムカードは犯人が書いているわけじゃん。で、宿泊者ノートの筆跡っていうのは、もう、あの、偽鵜飼なはずなんだよね。これ最初の3人ぐらいまでは。で、もう一個なんか筆跡。入浴時間を書いた張り紙の筆跡は、多分、これは、これはでも本物鵜飼さんだよね、きっと。これはね、どっちなんだろう。これか、こっちを選べばいいのか、こっちを選べばいいのか。
これ絶対筆跡こんだけ出てきてるから、これだよな、こっち。入浴時間は違うから、これが一緒ですってなればいいんだ。宿泊ノートの筆跡が、と、ウェルカムカードの筆跡が一緒だったら、犯人だってことになるよね。そうだよね。え、これ、いけ!いけ!えい!一緒。え、マジで一緒なの?一緒なのね。一緒なの?カイト。いつ見たん?お前。ちょっと。ウェルカムカードの筆跡と宿泊者ノートの筆跡は同じオーナーが書いたとは思え、ん?書いたとは思えないほど筆跡が、え?異なってたの?だってノートなく、え?どういうこと?異なっていた。オーナーはウェルカムカードは自分が書いたものではないと言っていたが、ウェルカムカードと風呂場の張り紙は同一人物の筆跡だ。うん。は?うん。あれ?どちらの筆跡が本物のオーナーのものだろうか?うかいさんのミス、それは。え、もうこれじゃんね。これしかないじゃんね。オーナーは一人なのに筆跡が二種類ある。なんかちょっと、私変なことをさっき自信や、すごいありめに言ったような気が、しますが、そこはちょっと、聞かなかったことにしてもらって、はい。オーナー。あなたみんなの部屋に置いてあったウェルカムカードについてまるで覚えがないとおっしゃいましたよね。確かに宿泊者ノートのあなたの文字とウェルカムカードの文字は筆跡が異なっていました。でも、入浴時間について記した貼り紙とウェルカムカードの文字はとてもよく似ていましたよ。唯一違っていたのはあなたが書いた宿泊者ノートの筆跡です。なんでこれ違ったんだろう。うかいさんは何も答えない。無表情のまま僕の方を見る。あなたはオーナーじゃない。オーナーのふりをしていただけなんです。何を言ってるかさっぱりわかりません。うかいオーナー、いや、オーナーを装っていた男は、わざとらしく、愛好を崩し、早口で喋り始めた。お風呂の張り紙はいつかアルバイトの従業員にお願いして書いてもらったんです。ウェルカムカードはその筆跡を真似て誰かが書いたのではないでしょうか。うわ、無理あるわ、それ。ちょっと無理ありますよ、うかい。偽うかい。そんなことで私が疑われても。あなたの部屋を調べれば何もかもはっきりすると思いますけど、あなたの部屋随分と小ざっぱりしていましたよね。置いてあった日用品から自分がオーナーでないことがバレるのを恐れて押し入れにでも放り込んだんじゃありませんか。あ、すごい、偽うかいが黙ったぞ。ちょっと待ってくれ。彼がオーナーでないとしたら本物のオーナーはどこにいるのだ。本物のオーナーは殺された赤木さんですよ。あ、そうなの?え?最初にやってきた客は赤木さんじゃない。おそらく彼だったんでしょう。赤木さんを殺害したところにタイミング悪く神林さんらがやってきたんだと思います。玄関には自分の荷物だけでなく赤木さんの靴まで置いてあった。だからとっさにオーナーのふりをして嘘をついた。すでに一人客が到着しているとね。さっきペンション内を調べたとき備品庫で濡れた上着を見つけました。赤木さんが着ていたものと同じ赤い防寒着です。雪乃ちゃんと同様、服を着たまま男湯に入る理由なんて浴室の清掃以外には考えられない。つまり赤木さんがオーナーだったんですよ。オーナーの姿が見当たらないことに雪乃ちゃんだけは随分前から気づいていた。いつも2着吊るしてある防寒着が1着しかないのを見て、雪乃ちゃんは屋外に赤木さんがいると思ったのでしょう。赤木さんを探すためもう1着の防寒着を羽織って、屋外へ出た。おそらく時刻は午後5時半過ぎ。
僕と京香ちゃんが裏庭で見かけた赤い人影はその時の雪乃ちゃんだったに違いありません。だけど雪乃ちゃんがいくら探しても赤木さんは見つからなかった。当然です。その時すでに彼女は殺されていたんですからね。もう馬鹿げています。それはすべてあなたの妄想。何？扉の開く音がして反論しかけた偽オーナーの表情が不意に固まった。ゆっくりと扉の方へ顔を向ける。え、雪乃ちゃん起きた？じゃない？ああ、ありがとう。雪乃ちゃん起きてた。起きてくれた。やっぱりあなたが殺したんですね。小声でそう口にした彼女の目から大粒の涙がこぼれ落ちた。いや、ちょっと泣きそう。かわいそう。雪乃ちゃん、お世話になってた。もうな。で、僕たちは雪乃ちゃんを取り囲んで話を聞くことにした。鵜飼さんはずっと池谷さんに腕をつかまれている。観念したのか抵抗する様子はまるでない。正気を抜かれたようにただ曲を見上げるばかりだ。いやー、なんかもう全然なんかちょっと切ない気持ちに なってきちゃった。こっから雪乃ちゃんがいろいろ話してくれるのかな、今までその気持ちとかを。ちょっと時間も時間なのでちょっと中途半端ですが、今回ここで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。このちゃんと真相がここから全部わかると思います。やっとです。すいません、なんか本当に皆さん本当に申し訳ない。ではまた次回お楽しみに。ご視聴ありがとうございました。